と上昇して1.27倍と平成3年12月以来の高い水準となっています。厚生労働省によりますと、先月の有効求人倍率は季節による変動要因を除いて 1.27 倍で、前の月から 0.02 ポイント上昇し、平成3年12月以来の高い水準となっています。都道府県別で見ますと、東京都が 1.89 倍と最も高く、鹿児島県と沖縄県が 0.92 倍と最も低くなっています。また新規の求人数は前の年の同じ時期と比べて 6.2% 増えました。一方、去年1年間の平均の有効求人倍率は 1.20 倍で、前の年と比べて別に改善が進んでいる。今後も日本の雇用に影響を与えている可能性がある。中国を中心とした経済情勢になったことを注視していくとしています。6度。北海道は日中も氷点下の真冬日でしょう。為替と株です。東京外国為替市場、現在の円相場は1ドル118円91銭から94銭。東京株式市場日経平均株価、昨日より86円69銭高くなっています。引き続き朝一をご覧ください。たくさん質問も来ているんですが、はい、高橋さんから皆さんに聞いた皆さんのおうちペットということで、はいはい、いただいているんですが、千葉県50代のミルクママさんが珍しいペットを飼っています。デグーアンデスの歌いネズミと言われているようですが、ネズミではないんですが見た目がそのように見えます。とても人懐っこくて、こちょこちょと体をマッサージするととても気持ちよがるのが歌うんですか。そのネズミと言われてるけどネズミじゃないって言ったら歌うのネズミなのか。結局何なんだろう。歌は飼っていないのですが、昔母がクラゲを飼っていました。私は全く可愛さが分かる。